お買い物に付き合ってくれてありがとう。別に構わないわよ。それで今日は何を買うつもりなの？パジャマよ。これから暑くなるから夏用のパジャマをニコに選んでもらいたいの。なるほど、わかったわ。それにしてもこのニコニーに選んでほしいなんてセンスあるじゃない。だってニコはいつも可愛いでしょ。それにおしゃれさんだからきっと素敵なパジャマを選んでもらえるって思ったの。ほーん、わかってるじゃない。ならこのニコニーがランジュにぴったりなパジャマを選んであげるわ。ありがとうニコ、頼りにしてるわ。任せなさい。それじゃあこれなんかいいんじゃない？デザインも可愛いし肌触りも通気性もいいと思うわよ。キャー、素敵だわ。ランジュ、これにする。ニコってすごいわ。こんなにすぐランジュにぴったりなものを見つけちゃうなんて。宇宙ナンバーワンアイドルのニコニーなら当然よ。でももうランジュの欲しいものが見つかっちゃったってことはお買い物これで終わっちゃうのよね。うん。あ、ランジュ、このルームシューズもいいんじゃない？ほんとだわ、さっき選んでくれたパジャマにも合いそう。パジャマ以外にもニコがいろいろ選んであげる。ほら、次のお店に行こうよ。うん、ニコ、今日はランジュに似合いそうなものいっぱい選んでちょうだい。子がくれたの。この前クラスの子たちと節分の話をしてね、ランジュもやってみたいって言ったら用意してくれたの。だからあなたにも見せてあげようと思って。いいでしょ。とっても楽しいわ。ランジュ、みんなと一緒に日本の節分をもっと楽しみたい。それとね、クラスの子が節分の豆もくれたの。節分の時って年齢の数より1個多く豆を食べるのよね。来年も健康で幸せに過ごせますようにって願いから来てるって聞いたわ。だからあなたもランジュと一緒に豆を食べましょう。もうまんたいら、みんなと食べられるようにってたくさん豆をくれたから。さっきクラスのみんなとも食べてきたから、次はあなたと食べる番よ。さあ手を出して。それじゃあ豆を食べたらランジと一緒にありがとうを言いに行きましょう。でしょ？この豆どこで買ったのかしら。今までで一番おいしい豆だわ。温かい気持ち。どうしよう、ランジュ嬉しいのに涙が出ちゃいそうだわ。ねえ、
どうしたらこの嬉しい気持ちをみんなに返せると思う？それじゃダメよ。何時も何かお返ししたいわ。それよ、ラン次がみんなに最高のパフォーマンスを届けるわ。そうと決まったら早速ライブの準備をしなくっちゃ。これから忙しくなるわよ。豆を食べたら作成会議しましょう。見つけた。ランジはいい子を捕まえちゃう怖い鬼なの。こんなにすぐ見つかっちゃうなんて、あなたってついてないわね。さあ、今から楽しい鬼ごっこの始まりよ。ほら、早く逃げないと捕まえちゃうわよ。それじゃあピクニックを始めましょうか。さあ、シェフが腕によりをかけて作ってくれたお弁当よ。召し上がれ。でしょ、シェフに頼んでランジュの好きなものをいっぱい詰めてもらったの。あなたが喜んでくれてランジも嬉しいわ。こっちのおかずも美味しいのよ。はい、どうぞ。どういたしまして。喜んでもらえてよかったわ。でも考えていたことがわかるの？ランジのこと、何でもお見通しね。じゃあもっと一緒に遊んで。ランジのこと知ってちょうだい。なになに？キャハ、最高じゃない。ええ、今日は一緒にとことん楽しみましょう。ううん、今日だけじゃなくってこれからもずっと一緒に楽しいことがしたいわ。ねえ、またランジと一緒に遊んでくれる？約束よ。それじゃあ今日もいっぱい楽しみましょう。今お花を育ててるの。白いデイジーでね、
早く芽が出ますようにって毎日お願いしながらお水をあげてるのよ。今から咲くのが楽しみだわ。綺麗に咲いたらみんなにも見せてあげなくっちゃ。お花が咲いたら特別にあなたには一番最初に教えてあげるわ。だから絶対にランジュのお花を見に来てね。約束よ。あなたはランジュのそばにいなきゃダメなんだからね。